はいどうも皆さんこんばんは。それではゴーストオブ対馬続きやっていきましょう。あれだよね、雅子様に八重市に来いみたいなここで言われて今向かってるとこだね。ほら八重を束ねる層に会えと言われたが、八郎が持っておった地図を読めるのだろうか。いいよ、お前か。酒井様、お達者でいらしたか。純真純真、まさか。あれこれサブイベっぽいな。ご用件を伺いましょう。この地に詳しいか。野営のまとめ役です。ああこの人だ。この地図に心当たりは。食料を届ける者に渡しているもの、流民の野営の場所を記してあります。これは地すべてお主が束ねる野営か。有明では同胞が殺し合っていると聞きますが。せやで。無実の民が食い物にされ、足立家の女子供も殺された。裏切り者を裁かねば。協力してくれんのかな、お坊さんって。こういうの有明のかがり火台が記してあります。してくれるんだ。ここに野営はありませんが、噂では賊に乗っ取られているとか。賊ならば良いのだがな。雅子様がいらっしゃった、お声をかけてあげてください。あれ雅子様さっきからそこ立ってた、それとも今来たとこ。キルコ台を使ってる人を見たことある。私の弟。何か分かったか。分かったよ。サダオはかがり火台におるやもしれません。あれは足立家が有明のため建てたもの。恥すら知らぬ裏。ああなるほどね。バカにしてるんだろうな。いいさ、迫る恐怖に震えながら私の到着を待つがいい。行きましょう。かもう俺はお前らなんかいなくたって大丈夫なんだぜみたいなことを言いたいのかな。確実に握手だけどね、雅子様相手だと。そういえばそもそもの話があれ、何これ。まあいいや、そもそもの話があれよね。 やべえ、何言おうか忘れちった。生き残った民、記憶力がゴミだな。わかりませんですが、なぜか泣いてました。え、泣きながら刀振ってるやべえやつがいんの。怖っ。ノップノップノップ、どこにいんだろう。ノップそっちか。あごめんな、そうだよな、野営の中入れないよな、気使ってな。偉い、お前はいい馬だ。走っていけって言われるかな、もしかしてこれ。あでも雅子さんは馬乗ってるわ、よかったー。俺だけ馬乗っててみたいな展開はよろしくないからな。サダオはなぜ売れる。あれか、私がヤスを咎めたからだ。米を盗み飢えた民に売っておった。クタで米が足りないゆえんでしょうか。証明はできぬ。村はひどい有様であった。やつは何かを隠しておるのだ。悪人は隠し事。万兵がおります。腰抜けは隠れておるか。サダオ、首を洗って待っておる。なんかなんだろうな、とがめたこと自体は悪いことじゃないのかな。神に米を売ってたってあれかな、飢えた民に売ってたって悪いことには聞こえないんだけど、どうなんだろうか。そのやめてやめて、おとりになれよ。くそ、弓兵めっちゃいんな。てか人数が結構いるからな。えやめて、なんか弓でチクチク食らうの恥ずかしいな。早く仕掛けてこい。ほら、よいしょ。槍兵がな、攻撃してくるか。こうやってカウンターで隙さらしてもらってさ、倒すか、区内投げて倒すかしないと楽に倒せないからな、困るんだよな。おじいさん突き落とそうぜ。え
痛いです、やめてください。絶対ここで戦うんだったら突き落とした方が早いって。終わった、雅子様。そっち、こっちも終わったけど。あ、終わった。ちょうど分かった、石川先生よりは役に立つわ。お前もなんでまだ生きてんだよ、これ。しぶてえな。よいしょ、痛い、死ぬ。なんでこの程度で落下ダメージ食らう、ウンジンさん。そうだよ、館で死ねばよかったものを。ああ、死にたかったさ。おいおいおい、待て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 、殺すな殺すな殺すな。あれ、あの人鬼すぎない？無双してんじゃん。ああ、殺しちゃった。殺したのですか？早かった。しかも画面外で殺しやがった。やつは私の慕う者をすべて殺した。だがなぜだ。虚しいんだろうな。菰田の浜で死ねなかったことを私も悔やんでおります。勝ち目のない戦に自ら身を投じたのは、それがたやすかったから。ではなぜまだ生きておる。守るべき民がおるからです。そして撃つべき仇も。ああ、貞雄が死んだ今、黒幕は私が生きていて探しておることを耳にするだろう。恐怖に震え。まだ黒幕がいるってことか。ご無理は禁物ですぞ。お主もな。今さら後には引けぬぞ。うっす。他の裏切り者も見つけましょう。その前に叔父上を助けねば。では金田の村で待っておるぞ。よし、終わったね、雅子様の話も。今回ノップがちょっかいかけてこない。今まで散々体当たりだの鼻でつつくなどをやってきたのに、今日はノブがいい子だ。で、修羅の護符を撃破。まあ染色とかは特にね、あってもなくてもどっちでもいいんで。なんかだってさ、刀とかだったらともかくさ、雅子様からもらった雅子様の息子のさ、鎧とかさ、色変えらんなくない？さすがに。この辺はちょっとさすがにあれがありますんで、僕も。で、どっち行こっかな。ユナか、あれかって話だけど。ここの八重行くか。いやー、すいませんね。こんなんカットしろっていう思うかもしれないんですけど、カットが今できないんですよね。編集環境の問題で。音をさ、分けて撮影してます、するようにしましたみたいなツイートを YouTube や Twitter でしてたと思うんだけど、あれのせいで逆にカットができなくなっちゃってね。深いって難しいね。まあ俺の編集が下手くそだからしょうがないんだけどさ、話はだからあんまりノラの人見つけても攻撃しないようにします。あ、犬はダメ。犬じゃない、犬とかイノシシは殺す。ごめんイノシシは殺す。皮が欲しいんだ。なんか強化素材で獣の皮とかも必要だからさ、欲しいんだけど、やっぱクマとかが一番やりやすいかもな。よいしょ。登り旗を取り戻せ3、盗まれた金属を取り戻せ3、あ、2か、そっちは。どっから入れるのかな。ここだ、ここから入れる。ガバガバな警備で助かったぜ。いるな。
これね、タッチパッドを押すことでできるんだけど、敵の位置を知ることが。どうしようかな。あー怖い怖い。あ、見つかっちゃった。じゃあいいや、殺すわ。別に見つかっちゃいけねえとは言われてねえしな。はい。泥抜き状態ってこういうことだよね。ジャスガして殺せば、ジャスガして殺すか、区内分だけで殺せばいいんだよね。よし、オッケー。あ、しかもそんな大騒ぎにはなってない。これはいけますわ。これはまだこそこそできます。お邪魔。あ、フミと処女。これ違うな。弾鋼か。なんかさ、闇討ちすることによってもさ、ジンさんいろいろ言うからさ、あんましたくないんだよね。かわいそうになってくる。別に悪いことではないんだけどね、勝つためにやってることだからさ。あれ、これどこに反応してんだ、この上か。いや、敵の位置分かりにくいな。あんま数はいないっぽいな、野営って言っても。君見たってこれくらいしか反応しないもんな。チュハロ、え、お前どこに目ついてんの。なんでその位置で俺の位置、場所が見えるわけ。おかしいじゃん。それはおかしいじゃん。あの上のさ、上り台にいるやつに見つかったとかならまだわかるよ。あそこのやつに。お前に見つかるのはおかしいじゃん。どこに目ついてんだよ。いや、やら。パスぞ。たまにはこうやって隠密でやっていくのもいいかなと思ってやってますが。普段一騎打ちしかしないからな、動画内じゃ。動画内じゃ特に。よし、これをこそこそとは言わねえ。やむを得んのだ。へい、あ、いった。弓兵か。あー、結構いんな。これでもさ、神社の時と一緒だよね。あれ、神社の解放って俺動画内でやったんだっけ。こんなに長々とやった覚えはないんだけど、神社の解放をした時もこんな感じで登り旗取りながらいろいろやったよね。臭い。なんだろうな、勝つために一人だからなおさらね、何でもしようっていうジンさんと、他の人たちの考えってまた違うもんだからさ、難しいところだよね。よし、OK。見つかってる気がするでしょうね。痛いな、もう。水の方を舐めるなよ。痛い。てかまあ肩関係なくあれだけどね、弾いちゃえばいいんだけど、弾いてこうやって背中取っちゃえば楽に倒せるんだけど。ほら、うん、チョロすぎる。ただ赤攻撃っていうか、この縦の攻撃だけは弾けないので、こいつの縦の攻撃と、あと炎まとってる攻撃とかもダメじゃなかったか。あれ、なんか矢打たれた。誰をそんな危ないことするのは。燃やすわよ。あつ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 
それが燃やされてた。いってふざけんなこの野郎。どこだもう一人。あれどこだ。あれか。一級入魂。あそこにも旗あんじゃん。しかもいよもーらい。隊長どこにいんの。あれ隊長どこにいんの。もしかしてこの大騒ぎの中まだ館っていうかでかいとこの中にいないか。他にそれはないか。他に外にいるか。いやいたわ。わけわかんな。どんだけ耳遠いんやろ。痛い。難しいな。はい、5の線。これが5の線です。前回技量 P2 個で取ったやつ。ジャス回避で痛い。ジャスト回避でね、やるってやつ。あ、待って。見づらいのよ。このゲーム室内見づらいのはやっぱ痛いよ。もうやめてよ。許しておくれ。ゲイ。これで拠点解放だね。いやーこれで移動しやすくなる。あれまだ収集。どれどれよ。これか。フミと書状か。火薬だるってどれ。これか。燃やす意味はなかったな。よいしょ。あれなんで。あーそっか、これって手動で起爆できるんだっけ。すげえよな、火打ち石持参してんだよジンさん。だいぶ頭が悪いよね。まあでもこの時代ライターとかないしな。効率は良さそう。ん？なんで今松明投げた。あ、すげえ。キャンプファイヤーじゃん。すげえな、これ全部一人で火つけたって考えると。な。すごい努力家に見えるんだけど。点、技量獲得した。あ？それはレベルアップっていうか噂が広がったことにある技量じゃなくてまた別の技量なのかな。あー焼け野原になっちゃった。え、今何。じゃあ技量ポイント3つあるってこと。あ、ほんとだ、3つある。やったー、やったー。え、じゃあ一騎打ちと、あ、一騎打ち2個取れんなー。惜しいな。あと集中も取ろっか。集中とあと鉄の石とかも欲しいんだけど、これか。これいいね。足抜き。工場から飛び降り際着地前に、さすが野党、着地前に回転してダメージを防ぐ。着地の直前にって難しくないそれ。そっか、これがユナさんの技術ってこと。さすが野党って言うけど、あの人もっと普通の人でしょ。ああ、少々手荒だが、こんな感じかな。使えそうだ。よし、行こう。では、すげがさ州のところへ。浪人は、おめ、あめ読めねえな。目的地の近くまでは来たぜー。どこかな、あれかな、あの煙上がってるとこかな。あの煙、焚き火ではない。火事起きてるけど。いやー、火が燃えてるだけか。荷車が襲われたのか。スゲガサ州の仕業であろう。うん、まだちゃんと猛虎に反撃しようっていう力があるはずだ。ある人間がいるっていうのが素晴らしいことだよね。
まだ全員が全員絶望してるわけじゃないってことだもんね。向こうにもムクロが見えるな。よし、ノブ帰っていいぞ。なんか矢めっちゃ落ちてんだけど。馬？馬？なんだ？この先から馬が逃げてくるようなイベントが起こってるのか？ここまで逃げてきたのか。よし。ごめんな。ちょっと今気力ゲージねえからよ。とどめさせてくれや。これ戦闘とかならないよな。大丈夫だよな。仁。うん？酒井仁か。お知り合いですか。龍蔵。そのいでたちは何だ。人のこと言えるかよ。ごもっとも。俺のすげがさだ。今は浪人なのか。腕を売ってるのさ。手を貸してくれ。頭と話したい。駒田で死んだよ。浜にいたのか。大勢死んじまった。こちらもだ。手を結んで敵を討とう。まず叔父上を救いたい。無事なのか。みんな怪我を負ってるし、飯も食えてない。そんな連中に命を張れなんて頼めねえよ。もちろん褒美は出るぞ。お成敗すれば金で釣る。おじ上も報いてくれる。まあ、腕売ってるっつってたしな。望みのままに。じゃあ仲間に聞くだけ聞いてみよう。お前が？今の頭は俺だからな。手を打つのか。考えておこう。考えておこう。引くでないぞ。こんだけ囲まれ散ってんのか。さっきさ、2連のやつやったんだけどさ、若干難しかったわ。こうやって切った後にタイミングを見て攻撃する。そう、こういうこと。一人も残すな。これ難しいよな。鳴らすな鳴らすな。これ以上呼ぶな、めんどくさい。そっか、この辺も海辺だもんな。猛虎が登ってきたりはしてるんだろうな。よいしょ。いや、痛い。囲まれるなよ。めっちゃいっぱいいるやん。でもそうだよな、ジンさんの昔の知り合いってことはもちろん戦い方見てびっくりする人の一人ってことだよ。あ、痛い。あれ、これ隊長だった。よっしゃ、風の肩ゲットだぜ。これで槍に強くなるんかな。今じゃないでしょ、この演出は。戦いが終わってからにしなさいよ。そう、槍兵に強くなんだよな。なんか槍兵に普通に攻撃するとさ、ガードされちゃうんだけどさ、ガードさせない強攻撃みたいなのを打てるようになるんだよね。邪魔だよ。何やってるんだよ、これ。叩き切るぞお前ら。今風の太刀に帰ろって言われてんな。ああ、あれだよね、一緒だから。 R2 押しながら変えられるって話だよね。ああ、風の太刀面白いんだよね。三角でさ、長押しで蹴っ飛ばすことができるんですよ。でめっちゃよろめきゲージ稼げるっていう。そうか、お前はヒゲが生えたな。ヒゲは生えるよ、男だもの。手段の申し時間も経ってるしな。おじごのことなら難しい。生き抜くだけで精一杯なんだ。それほどとは。飯がない。今日も京都で食い物探しだ。またもや空手で戻らなきゃならん。
手を貸そう。そっか、狩りをしに外に出てきてるんかな。愛も変わらず強引だな。昔のジンさんは強引な人なのか。牛だけ回収させて。あ、区内に、区内物資が欲しいんだけど。馬？馬いるよ。あれノブ？ノブあんた相変わらず人のところに来ないよね。最後に会ったのはいつだった？二夏前の長岡での刀比べ。あの後お前はどこに消えたのだ？菅笠衆に一味に加わるよう誘われてな。二つ返事だ。なんとおやじを尋ねなかった。職があったらな。お前が望めば志村家に使えるよう口利きはできた。そっか、家柄はあんま良くないのかな。もしかしたら剣の腕はいいけど家柄は良くないってパターンじゃない。荷車だ。飯が残っておるやもしれん。体。お侍、お侍。あ、どうした。今遠くから声聞こえたわ。その通りです。馬と米を盗みやがって。猛虎どもめ、命があって喜べ。猛虎はどこへ向かった？大平砦で。畜生、小金寺に逃げるのだ。畜生って。街道を通ってはならぬぞ。わかりました。ほら行くぞ、宿営は近い。うう。え、なに、その砦行くのはダメなん？二人じゃ無理って話？別にいいよ、じんさん一人で。おじゅうえの話だが、救出に手を貸すならば褒美は弾むはずだぞ。褒美って言われてな。菅笠衆を武家にしてもらっては。総領はお前だ。なんだ、猛虎に奪われた島でか。必ずお前の名も鎌倉に伝わることになるぞ。奪われまくってますからね。戦う甲斐はあるだろう。寝言は寝ていえ。戦の後だというのによく一味をまとめ上げたな。秘訣はあるのか？仲間以外は信じるなと言い含めただけさ。なるほどな。本心だったが今は迷いが生じてる。一味は何人おるのだ？半分に減ったがまだまだ大勢残ってるぜ。なぜだ？猛虎が米を盗んで大平に逃げたと聞いたろう。食い物を貯めてると。おそらくな。策はあるのか？まあ見ておれ。おい心臓、俺だ。あれ、お知り合い？あ、てかここが杉ヶ瀬州の。お前ら、雄三様だ。ああ、基地っぽいな。基地ってか拠点か。どうしたんだ、あの侍は。食い縁を増やしに来てやったぜ。これは俺の友、酒井だ。みんな腹が減っておるそうだな。手を貸そう。食い物はなかったのか？策がある。砦に押し入り、猛虎が奪った食料を取り返すのだ。砦に押し入る？殺されるだけだ。ちょっと待ってくれ。ジン、ついてこい。おーい。そっか、みんなお腹減っててモチベーションが低いんだね。腹が減ってると余計なこと考えるらしいからね、みんな。聞いとけよかった。みんなを喜ばせたくてな。それは俺の役目だ。すまねえ、対はなかった。いいさ。ここを通れ。こんな狭いとこ。仲間と一緒に動くなら同じ格好をしろ。あ、マジ。入りそうな袴がある。シラミはおらぬだろうな。まだあのこと身に持ってんのか？袴はつづらの中だ。シラミ？あれだよね、虫とかについてるちっちゃいやつだよね。言われてパッと思いつくような思いつかないようなって感じなんだけど。俺ほどの男前とはいかねえが悪くない。砦の守りを調べ、抜け道を探せ。俺の仲間に任せよう。手を打つのだな。砦の食い物を手に入れたら猛虎からお地獄を取り戻す。恩に切るぞ。ただし頭が誰かは二度と忘れるな。お前の役目を奪うつもりはない。先に立つぞ。墓所でお茶を。承知した。でもなあ、ジンさん生粋のカリスマだからな。勝手に奪われるかもしんねえぜ役目。言い方失礼かもしんないけど。おう。
医療ポイントもう一個もらえた。これすぐ溜まっていくね。すっげえ傘ボロボロだけど、ジンさんの。あれだよね。あの、強化していけばどん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 綺麗になってくるっていう感じのやつだよね。マスコ様の鎧と一緒。あ、なんか言ってんな。お前ら行くぞ。うん。じゃあ次回は、ここだね。竜造の章の、まあ飯を奪い返しに行くって感じかな。まだメインミッションなんだね。そっか、まだ今の段階では協力を仰げてないから、行かないといけないんだね。何の効果があるんだろう、これ。敵に察知されるまでの時間が10長くなる。で、近距離攻撃の威力が中程度上がる。かがんだ状態で茂みから出ると、感知されるまで長くなる。はあ、なるほど。あれだ。隠れる用の装備だ。なるほどね。つうか、区内とかも強化できるんだったら、後で強化しとこう。よし。では、今回はこの辺で終わりにさせていただきます。また次回ね、続きの方やっていきましょう。ありがとうございました。